皆さんこんにちは。僕たちラフです。ラフとは歌って踊ってお笑いもできるグループです。4月から定期的に吉本無限大ホールという渋谷にある劇場で公演を行ってきたのですが、今回12月29日に大きい会場で公演をやろうかなと思っております。はいはい、その公演についての見どころ何かありますか？なんと新しい曲があるっていう。そうなんですよ。今回、29日ですね、うん、今までラフはオリジナル曲が3曲あったんですけど、うん、今回その4曲目となる新曲のお披露目となっております。あ、なるほど、ね、今オリジナルソングとオリジナル曲が混ざってオリジナルキョングって葛藤がありました、中で自分の中で。なるほどな。オリジナルソングがあると。そうです、4曲目が。そしてですね、この曲なんと今までとはちょっと違ってですね、まず今回5人で歌います。わ、そしてですね、その中には今までボーカルをしてなかったメンバーも入ります。あ、そこまで行っちゃうんですね。はい、そこまで行っちゃいます。さらけ出し、さらけ出し、はい、さらけ出し、まあ、まあ、メンバーとかは、まあ、まだ秘密なんですけど、あ、それはもう来てからのお楽しみということで。けどソリは入ってるよな。僕ですか？ソリが言ってるってことはな。で、ダンスもそうですね、ダンスが、ちょっとダンスやります、やっぱり今回も。で新しい、ほとんど全部新作です。うわ、すごっ。これ何個やるとか言えないですけど、結構やりますよ。結構やります。一つはやるよな、新しい。そうですね、一つだとこんなに大げさに言えないですね。それで笑いもあるんだな。そうですね。いや、笑いもやっぱ今まで通り盛りだくさんで登場してくると思います。どういうこと？どういうことそれ？どういうこと？盛りだくさんでお送りしたいと思います。盛りだくさんで、まあね、吉本興業って言ったらその笑いっていうイメージが強いかもしれないですね。まあ、そうですね、まあ、歌もできるし踊りもできるっていうところを見ていただきたいなと思います。はい、なんかお前今日なんでいるの？皆さんお待ちしてます。それでは12月29日お待ちしてます。待ってます。来てください。お待ちしてます。本当やめろよ。